はい、今回はですね、新型マツダ3のハッチバックの方を見積もっていきます。アクセラっていうのなくなりましたね。まあモデルチェンジしてマツダ3になったんですけど、でハッチバックとは呼ばずにファーストバックって抱えてますね。で前までセダン見積もったんで、今回はハッチバックのエンジン、ガソリンエンジンの方を見積もっていきます。まあ全グレード見積もっていきますけどね、バーガンディでしたっけ、特別照射があって並び替えで安い順。セダンの方は S っていうのはなかったんですけど、ハッチバックの方は S があって、一番安いのは 15S で、変速もオートマトミッションが採用されています。でおそらくガソリン車の中では上筋のツーリング、まあ全グレードオートマトミッションあるんですね。あ、4駆もあっていいですね。でプロアクティブツーリングセレクション、あ、こっちの方が上筋かもしれないですね。プロアクティブの方がグレード増えてますね。ガソリン車って20もあったんですね。知らなかったんですね。で、L パッケ。15の方は L パッケージがなくて、ツーリングは最上級なんですね。では、最上級のバーガンディかバージニティか忘れましたけど、こちらの方を見積もっていきます。で、これに関してはオートマと駆動も肉しかないみたいですね。エマージェンシー、エアバック。もう読み上げていくのがちょっとしんどいぐらい装備が充実しています。だから特別使用車みたいな立ち位置の車となっていますけど、ガソリン車の最上級だけあって本当に完璧ですね。このグレード買う人ほんの一握りだと思うんですけどね。もう200、車両本体でも270万超えてたらもうディーゼル手届いてますからね。で、赤にしておいて。内装はレッドなんすね。かっこいいですね。近くのマツダにはセダンしか置いてなかったんで、また遠方行った時、ハッチバックの方に関しても、撮影しようかなって考えてますけど、ちょっと遠方でもかなり遠いんで。ボスサウンドシステム、純スピーカーが一番安くなってて、まあさすが最上級だけあってメーカーオプションの数は少なくて、こんな感じです。まあどうせまだオプションいっぱいついてる方がいいんで、こちらの方を選択します。ボスサウンド、そうですね、360度セーフティーパッケージと、こんな感じですね。これを選択して次へ。マツダの本当に見積もりは取りやすいんでいいですね。もうトヨタとか日産だったらもうすごい時間がかかるんですけど、マツダとホンダに関しては画面が見積もりやすいんで、パパッと見積もれるんで、皆さんにもぜひ試してほしいですね。フロントアンダースカート、リアルーフスポイラー、サイドアンダースカート、かっこいいですね。マットフラップとの同時装着はできません。まあやはり僕ならマットガードの方を優先してつけますけど。リアアンダースカート、ドアミラーガーニッシュ、いいですね。よいしょ、これつけとこ。ギャンバンパーステッププレート、14,688円。吸ってしまいますからね、よくここ。デザイン性も重視、光沢のあるプレートでかっこいいんで、これもつけときます。
BBS 車製が414万18インチ、 RAYS 車製226万22万6000。ちょっと寝起き撮影してるんで寝ぼけてますけど、でバイザーももちろんつけといて、まあボルトもナンバーフレームですね、これもつけといて、マットフラップもフロントギアつけといて、シグネチャースタイル、なんのこっちゃ、あデザイン性のあれですね、質感上げるようなパーツになってますけど、498万、まあセットオプションですね、さっき紹介したようなこんな感じのスカート関係とかスポイラー関係ですね。で続きましてインテリア、インテリアがスポーツペダルセット、まあセダンの方でもここら辺紹介したんですけど、まあ足元まで加速しなくてもいいかなって個人的には思います。まあスカフプレートみたいな視界に入る部分に関してはつけてもいいかなと思いますね。マツダ3のロゴが点灯、フロントのみ、まあ夜間とかかっこいいでしょうね、つけといて、フットランプホワイトブルー、ブルーの方がこんな感じで、これもつけといて、今回は青を選択して、ラゲッジルームトレイ、ラゲッジマット、まあこっちの方が水弾いていいんでこちらの方をつけときます。こっちの方だと雨に濡れた時がびしょびしょになって水分含んでしまいますからね。でプレミアムとスポーツ、何が違うんすかね、プレミアムの方とスポーツ、こっちの高い方だと毛足が長く作られているんですね。で目付けは1800 1.8、吸音機能も採用、ああこれはいいですね。遮音線も効果があるみたいなんでこちらの方をつけておきます。でウェザーマットを高いんです、して、まあ僕はフロアマットの上にこのウェザーマットを敷いてますけどね。スペアキーちょっと安いの本当につけてほしいんですけど、最低でも1万6000するんでホワイトとブルー2つつけときます。まあこういったオプション欲しい人はこのセットオプション選んだ方が安くなってるんでお買い得になってますけど。で続きまして、続きましてって言ってますけど、ここまで見てくれてる人の方が少ないですからね。でもで安全快適、バックラーアラーム、発表した時にも見積もったわけなんですけど、発表した時この詳細ボタンを押しても表示されなかったんで、不正な方法で車内に侵入された時に本で警告、音が気になるんで動画付きでつけてほしかったんですけど、まあかなり大きい音なんでしょうね。まあ侵入センサー付きの方をつけておきます。 UV IR カットフィルムが貼られてるんでここら辺つけなくていいと思うんですけど、まあプライバシー保護にもなっていいですね。マツダの場合は置くだけ充電って呼ばずにワイヤレスチャージャーって呼ぶみたいで、 5W 充電エリア 13.5 か 6.7、 まあ大体のスマホはタブレットは置けないでしょうけど置けると思います。でこっちの方が、あそうか、フロントよリア用、こっちの方ですね、4つついてるやつをつけといて、リアバンパープロテクションフィルム、
またここら辺は次回見積もった時詳細に見ていきます。ベッドシートカバー、あ、これもオプションになってるんですね。ドアエコとか後席モニターバックカメラのやつとか、これつけといてさっきの保護フィルム外してよいしょ、で次はナビ ETC、 まあさっきでドアエコつけたんで車載機ぐらいで、まあこの SD カードアドバンスとバックカメラクリーナー、さっきクリーナーついてましたからね、で車載機だけつけときます。電装ちょっとスマホも調子悪くてもう交換したいですね、この Xperia X パフォーマンス、よく壊れてあまりおすすめできないスマホですけど、で5年コーティングもつけといて、ホイールコーティングもつけといて、アンダーコーティングもつけときます。レザークリーナー、車内のあれですかね、あ、そうですね、シート関係のいいやつですね。よいしょ、で見積もり結果次へ、マッサージ要求にちょっとオプションつけすぎたんで400万近くしましたけど、 20S バーガンディセレクション、車両本体プラスメイクオプションで366万で、あ、これディーラーオプションも足してますね。で諸経費が25万5000、車両本体自社は278万4千、メイクオプションが16万で、ディーラーオプションが71万円で、ボディカラーが赤なんで6万4800円の有料色で、シートカラーはディープレッド、これは無料ですね。でホワイトとかブラックに関しては、あ、第一今回のマツダ3はホワイトがないんでしたっけ。でメイクオプションも一番高い360度セーフティーパッケージ、ボスサウンドシステムの12スピーカーをつけました。でディーラーオプションはこんな感じです。まあこれだけつける人いるんですかね。で諸経費がガソリン車なんで高くなっててこんな感じです。いくらガソリン車の最上級グレードでメーカーオプション、ディーラーオプション足して100万近く選択しても値引きは同じみたいなんで、そこら辺どうにか改善してほしいかなって思います。はい、ということで今回は新型マツダ3 20S の特別商社の方を見積もってみたでした。